Hello everyone, how are you? グローバルクリエイティブカナダイングッシュエートコーチの大輔です。今日も一日一シチュエーション一緒にやっていきましょう。今日の表現はこちらです。When are you coming?When are you coming? いつ来るんですかってことです。When are you coming? 例えば パーティーをやっていて、友達が一人遅れてくると。なかなか来ないので、電話をしてみました。そういう時に使える表現です。When are you coming? いつ来るのじゃあその友達の答え方なんですけど、I'm coming now。もう今行くよ。もうすぐ行くよ。っていう時に、I'm coming now って使えます。 ここちょっと要注意なんですけど日本語とちょっと違います日本語だったらもう行くよ向かってるよなんですけど英語だと「来る」っていう意味の「カム」になるんですね例えば「ご飯できたよ Dinah is ready 今行く?」っていう時に「I'm going」ではなくて「I'm coming」になります 話題の場所つまりパーティーの話だったらパーティーにもう今行くよ I'm coming っていうとパーティーの場所が話題の中心になっているのでそこから見てそこに自分が来るという形なのでカムを使います日本語で言う行くと来る英語で言うゴーとカムのニュアンスがちょっと違う ということを覚えておいてください。OK?So、okay? let's practice. じゃあ僕が今から皆さんに質問するので皆さん自分自身のシチュエーションで答えてみてください。When are you coming to Yokohama?That's good.That's it for today and see you tomorrow. Bye bye.